ジーンです。今回はこちらです。 UFO キャッチャーでゲットしたソフトクリームのスクイーズを紹介していきたいと思います。こちらなんですが、 UFO キャッチャーでゲットした後にビレバンで売っておりました。ビレバンで、いくらだったかな、いや1個500円もせずにこれ置いてありました。いやすごいショックで、今回は500円以上かかったので、ビレバンで並んでるのを見た時にはぁーってなったんですけど、もうすごく可愛いので許します。可愛い、なんか外国のスクイーズってこんな感じっていうか、なんとなくイメージなんですけど、こんなポップな感じが、メーカーとかはちょっとどこのものかわからないんですけど、いやーすごい可愛い、大きさもかなりでかいです。実物このぐらいですよね、本当のソフトクリームって。ちょっと大きいかな、はい、そんな感じの大きさのスクイーズがゲットできました。かなりビッグなソフトクリームスクイーズです。あーごめんなさい、今机の上にあったベタッと卵がね落下しました。わー、これすごいね、甘い香りがします。はあ、癒される。これもマスクにしたいですね。今ちょっと飼い猫が飛び降りましたね。はあ、いい匂い。触り心地はかなりかなり低反発。わあ、低反発。シュワー、シュワーとは言ってないけど、うん、低反発です。スポンジの素材がふっかふかです。ジュワーって、このジュワーっていう感じがいいですね。このジュワーって、このガチャガチャのよく出るあのパンスクイーズ、ガチャガチャにパンスクイーズシリーズあるんですけど、その時に出てくるスポンジのような、そんなような触り心地がします。ただね、ビレバンショックでしたね。いちごとこっちは何でしょうか。黄色って何だろう。何ですかね、黄色のソフトクリーム。パイナップルとか何だろう。あー、ちょっとここだけ色がね剥げてしまってましたね。でもこのコーンの部分もすごい細かくて、夏だから夏にぴったりのスクイーズです。はい、UFO キャッチャーでちょっと取りにくいなと思った方はぜひビレバンもチェックしてみてください。多分 UFO キャッチャーでゲットするよりも確実に安く手に入るはずです。はい、いつもご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。